お風呂広いですね。そうですね、こちら普通のユニットバスじゃなくて、うん、大きいこのお風呂があって、うん、ゆっくり入れます。そうですね、追い炊きとかは追い炊きはちょっとできないですけど、できない、はい、なんかちゃんとデジタルで温度の調節とかですね、あったかい時も冷たい時も入りながらなんかちょっとお湯熱くしたいなとかっていじったりもできるってことですよね。結構入りますか、お風呂はちゃんと。そうですね、自分は1時間ぐらいやっぱ入るのでゆっくりゆっくり入れますね、はい。まあ、1日頑張って帰ってきた後にお風呂にゆっくり浸ってみたいな感じですよね。